中で眺めの良さそうな喫茶店があったんで、こちらでね、食事いただくことにしました。ここオープンカフェになってて、ちょっと風がきつくてね、あれだったんだけど、景色は絶景。これ手前はね、ギリシャ料理のタラモサラダ、前菜になるんですけども、魚の卵とニンニクとジャガイモをバーッと煮合わせたような料理になります。ちょっとチーズっぽい感じがしてね、まあ、独特な味なんですけども、パンつけて食べたりすると美味しいですね。で、あとはギリシャのミソスビール。このミソスビールはね、非常に飲みやすくて万人受けするビールだと思います。で、まあやっぱりギリシャといえば地中海ですが、シーフードですね。今回は照り焼きサーモンを注文したんですけども、これ手前のやつなんだこれと思ったんですけども、これ食べると照り焼きの味なんですよ。あの日本でいうね。ちょっとね、全然見た目は違うんだけども、これサーモンもね、ずっしりとしててね、非常に美味しかったですね。まあなかなかね、観光地価格だったんで40ユーロぐらいしたんですけどね、これ全部で。まあ非常に満足しました。まあ、こんな感じでギリシャ2泊3日のんびり滞在しましたけどもね、今回はいろいろ行けてよかったです。まあ、初めてのアテネ観光だったんですけども、最後ね、ここの景色だけはちょっと動画に撮りたかったんで、収めました。おはようございます。本日はですね、ギリシャを出国して日本に帰ります。で、今回なんですけども、まあ、ギリシャのアテネからね、日本に直行便で帰ることっていうのはできないんで、途中経由していくことになります。で、今回経由する場所はエジプトのカイロですね。エジプトのカイロを経由してエジプト航空を使ってアテネから東京成田まで今から帰ります。で、この動画はですね、まあ、初のエジプト航空ということで、エジプトカイロまでの動画とさせていただきます。はい、ということで今日も京都でアテネめちゃくちゃ天気いいですね。はい、今の時間が、10時ですね。で、フライトが13時15分なんですけど、アテネの街からね、空港まではだいたい地下鉄を使って1時間ぐらいかかります。なので、まあ、空港には2時間前ぐらいに到着ということで、いいじゃないかな。はい、ということで今地下鉄の駅まで歩いてます。ちなみにアテネはですね、アテネというかギリシャはウーバーアプリ自体は反応するんですけども、タクシーの配車にしか使えないんですよね。なので、あの、実質的にはウーバー使えないと思っていいと思います。その辺のタクシー乗るのと同じです。はい、ということで行きましょうか。なかなか落書きも多いんですけども、いや、非常にいい街でしたね、アテネ。また来たいです。まあ、今回あの島の方とかには行けてないんで、まあ、今度はね、一人ではなくて空いたところは誰かと行った方がおもろいと思うので、はい、また誰かと一緒にリゾート地の方には行こうと思います。はい、ということでよろしくお願いします。まあ、日本ってね、だいたいクリスマスが終わるともうすぐに正月モードに切り替えるんだけど、ヨーロッパって意外とクリスマスって年明けも続いてるんですよね。ワルシャワとかもだいたい1月の5日6日ぐらいまでがクリスマスなんですけども、ギリシャも同じような感じかな。クリスマスツリーもまだ立ってるし、結構まだ街もクリスマスムードなところあったりしますね。はい、ということで地下鉄の駅に着きました。エスカレーター降りて切符買わないといけないですからね。メトロはですね、アテネは1号線から3号線まであるんですが、空港に乗り入れるのは3号線で、今いるのは2号線の駅なので途中乗り換えが必要です。券売機で切符を買います。英語にして、で、このバイトラベルプラ、プロダクトってやつですね。で、空港バスも行けるんです。バスだと 5.5 ユーロ。今回時間ないんで、こっちで行きます。アテネエアポート。もう90分でやつで OK です。9ユーロですね。まあ、バスだと大体半額ぐらいの価格になるんで、まあ、時間あるんだったらバスおすすめします。キャッシュでも、クレジットカードどっちでも使えます。タッチ決済も OK です。空港までのチケットを買いました。ちなみにね、アテネ市内の移動だけだったら1回乗車 1.2 ユーロですね。まあ、空港が絡むとやっぱり料金上がるということで、まあ、それはもう仕方ないですね。9ユーロです。普通に改札突破してたわ。これどこに立つんだ。これでいいのか。 OK、 分かりにくい今のね。今動画に映ったからちょっと分からなかったんですけども、あのおっさんが普通にここを越えてました、ここをね。なので、いわゆる改札突破不正乗車ですね。まあ、ヨーロッパって結構大胆な不正乗車見かけること多いです。さっきも言いましたが、今この駅は2号線の駅なんですよね。で、空港に行ってくれるのは3号線ということで、乗り換えが必要です。今この黄色のところが今いる現在地、2駅隣のところで3号線に乗り換えです。まあ、メトロ3つしかないんで分かりやすいですね。もういっぱいあるとね、どれがどれか全然分かんないんだけど、結構駅ホームね、ホームというか地下深いって電波繋がらないです。地下鉄乗ってる間もう基本的に圏外と思わないといけないんで、
降りる駅とかはね、事前に確認しておきましょう。地下鉄大体4分間隔で運行されてますね。非常に便利です。これで2駅移動です。お、いいじゃないですか。めちゃくちゃ新しい車両ですね。はい、ということであっという間に着きました。まあ、こっからが長いんですよね。もう降りないと、もう待ってくれないんでね、バーって乗り込んでくるんで。はい、こっちでいいのか、なんか違う気がするな。あ、違う違う、よかった、危ない。エアポートって書いてる方に進めば、やっぱり飛行機ではないですよね。空港方面のホームに来ましたが、見てもらったら分かるように、めちゃくちゃお客さん多いですね。列車もちょうどやってきました。でもしかしたらこの動画とかにも映ってるかもしれないけど、あのスリの方とかめっちゃ多いんですよね。なので気をつけてください。本当に実際上のホームにもいましたわ、スリっぽい人ね。だいたい動き見てると怪しいんで、なんとなくわかるんでね、これ携帯触るとかは全く問題ないんだけども、気をつけてください。あとできるだけホームの内側に立って待つってことね。途中で降りました。というのもですね、全ての、ね、3号線の列車が空港に行くわけじゃないんですよね。ほとんどが空港の4つ手前の駅で終点を迎えるみたいで、次の空港行きあと13分来ないみたいです。空港行きの列車多分20分に1本とかしかないんじゃないかな。なのでちょっと時間には余裕を持った方がいいですね。まあ、これでもまあ2時間前ぐらいには空港着けるんで、まあ、特に問題はないんですけどもね。ちょっと動画撮ってなかったんですけども、普通にさっきの車内でこの駅着いた時に終点ってことを知らなくて、で車内点検とかもないんで、そのまま回送で他の引き込み線の方行っちゃったんですよね。ほんで運転手さんに聞いたら、ああこれここまでやからもう一回駅戻るから、うん、戻って、もう一回違う、橋渡って違う反対側の方に行ってみたいなこと言われて、で今待ってるっていう感じです。なので、まあ、気をつけてくださいね。ちょっと焦るよね、海外で回送でそのまま引き込み線に行くっていうのは、ね、なかなかない経験です。空港行きの列車やっと来ました。ね、本数が少ないね、利用者めちゃくちゃ多いんで、もうちょっとノンストップやってほしいな。というわけでアテネの市街地から結局1時間かかりましたね。1時間ちょいかかりましたが、アテネ国際空港に到着しました。 ATH です、空港コードはね。で、ここでメトロの列車っていうのは終点になります。まあ、メトロね、便利なんですけども本数はちょっと少ないんでね、そこだけは注意してください。はい、ということでここから先延べる線路はアテネ国鉄が使ってる線路だと思います。では改札出てターミナルの方に向かいます。というわけで空港のターミナルの方まで移動してきました。めっちゃ今日気持ちいいです。温度も最高なほど適温なんですよね。で風もそんなに強く吹いてんやいということで、まあ、ここ最近のヨーロッパの空港の中で一番気持ちがいいかな。フライト日和ですよ。はい、ギリシャの国旗と EU ですね。そう、ギリシャはしっかりと EU 圏内ですから、通貨はユーロです。他のヨーロッパとかと比べるとね、まあ、東ヨーロッパってこともあるんですけど、結構物価も安めで、旅行的にはかなりしやすい国なんじゃないかな、地中海、ギリシャに関しては。そんな風に感じました。楽しかったな。まだ帰りたくないですね、正直。もうちょっと痛いわ。はい、まあ、そんなことも言ってられないんで、ターミナルの中入ります。ターミナルは1つなんで非常にコンパクトですね。ターミナルの中に入りました。今回のフライトスケジュールがここにバーって出てるんですが、13時15分なんてですね、これちょっと関空並みの見にくい電光掲示板ですね。MS748 便の回路行き、チェックインカウンター A の87から91を使っているということで、
ここが80、あ、もう目の前ですよ。あ、めちゃくちゃ便利です。入ってすぐのとこです。サクッとチェックインが終わりました。エジプトに関しては日本人であってもビザが必要なんですけども、今回エジプト航空でカイロ乗り継ぎということで入国はしません。なのでビザはいらないです。エジプト航空でカイロ乗り継ぎの場合はビザいらないんでね、その辺は注意してください。まあ、ビザなしでね行けれる国だったらいいんですけども、まあ、そういうわけにはいかないんでね、エジプトに関しては。今回エジプト入国しないですけども、おそらくね再来月から3月にまたエジプト行くんで、その時はちょっとエジプトピラミッドとか見に行きたいなと思ってるんで、ちょっとごめんなさい、今回はもう普通にカイロはトランジット利用にさせてもらいます。で、あの成田空港までの航空券ももう2枚もらいました。で、あのチェックインするとき、オンラインチェックインのときに、ね、窓側指定したかったんですよ。あの今回エコノミーでカイロまで行くんですけども、でその時は有料だったんだけど、今チェックインカウンターで、ね、窓側にしてほしいって言うと、あのタダでやってくれました。これ親切ですね。はい、エーゲ航空とかフルキャリアであっても窓側指定、あのチェックインカウンターでも有料でしたからね。はい、ということで、もうそんな時間もないんでサクッと、保安検査抜けまして EU を出国することになります。アテネ空港に関しては24時間空港なんで空港泊することもできます。お店もそれなりにありますね。スターバックスとかバーガーキングとかをはじめ、まあ、見たことあるようなブランドの店とかもちょいちょいあるという感じで、ゲートが ABC に分かれてて、保安検査の前でも出国審査あるみたいです。で、宣言協定外へのフライトに関しては A の、出発口を、ね、使うことになるみたいですね。はい、でほとんど、ね、電光掲示板見ると BC のフライトばっかりなんで、やっぱ宣言協定内のフライトが多いですね。というのもね、エーゲ航空自体エアバス A320 と321しか持ってないんで、基本的に短距離線ばっかりなんですよね。まあ、一部ねロンドンとか、まあ、そういう宣言協定外のフライトもあるんですけども、エーゲ航空はギリシャのスターアライアンスで、ここ拠点の、ね、航空会社なんですけども、小型機しかない航空会社になります。はい、ということで今回は A なんで、もう早速ですけど出国しようかな。 BC はねファストトラックあるんですけども、もし A もファストトラックあったらそっち使いたいな。結構混んでるんでね。はい、とりあえず、宣言協定出国します。 EU 圏内を、ね、出国します。 EU 出国して保安検査も抜けました。めちゃくちゃ時間かかりましたね。25分ぐらい並びました。レーンがね2つしか空いてなくて、まあ、最後の方ね係の方増えたんでわーっと流れたんですけども、はい、そんな感じで、保安検査抜けるとすぐに免税店が並びますね。もう最近このスタイルばっかりですね。ウォークスルータイプのやつで必ず通る動線上に店を構えて、まあ、購買意欲をそそらせるっていうパターンのやつですね。もう今回はエコノミークラス利用ですが、エジプト航空スターアライアンスに加盟していて、僕はのスターアライアンスゴールドを持ってるんでビジネスクラスのラウンジで使うことができます。おお、すごい子供用の店、レゴ懐かしいな。はい、ということでラウンジ行きましょうか。宣言協定外へのフライトはそんなに広くないですね。ラウンジに関しては一つ上の階だそうです。ビジネスラウンジって書いてました。エーゲ航空のラウンジとかかなと思ったんですけども、エーゲ航空こっちにラウンジ持ってないのかな。もしかしたら全然違うね会社が運営するラウンジかもしれません。あ、あるわ、エーゲ航空のビジネスラウンジ。ファインダース、あとレベル3って書いてますね。そこ使いましょうか。もう一個上か。あ、なるほど。あ、ここはなんか VIP ラウンジがあります。スイスポートが運営してる、あの関西空港を運営してるのと同じ会社ですね。で、こっちにもラウンジがあります。なんだこれ、ゴールドエアハンドリング。なるほど。ターキッシュとかはここインビステーションカードもらえるみたいですね。まあ、あのどちみちスターアライアンスだったらね、まあ、好きな場所使えるんですけどもね、エーゲ航空でも OK だし今のところでも OK です。で、この上がエーゲ航空かな。今の時間ね、なんかカタール航空があるみたいなんですよね。日本人の方もちらほらいらっしゃいました。わ、いいじゃんエーゲ航空のラウンジ。うわ、もっと早来ればよかったな、これだったら。はい、こちらがエーゲ航空のラウンジになります。では入りましょう。受付済ませてラウンジの中に入りました。まあ、こんな感じでね、そんなに広くはないんですけども雰囲気は結構いいですね。なんかリニューアルされたんじゃないかな、めちゃくちゃ新しいです。こんな感じのラウンジで、ここはクッキーとか並びますね。あ、これ美味しいよ。うん、クッキーがバーっとパンとかも並びます。で、コーヒーマシンとかもねあったりしますね。ソフトドリンクもあります。まあ、軽く食べましょうか。
アルコールもしっかり用意されてますね。今からのエジプト航空はアルコールの提供ありません。機内でもラウンジでもね。おお、小鉢、めっちゃうまそうやん。なんかちょっと日本食っぽいね。はい、ではこんな感じでソフトドリンクが並んでまして、ここから先ホットビールかな。サンドイッチやサラダとかチーズ系も用意されてます。なんかキッシュ的な感じ。これもパイですね。おお、なんかすごい 牛肉のなんかそぼろみたいな感じ。これも肉だね。でこれポテトか。はい、まあこんな感じです。海鮮系があるとねちょっと嬉しかったね。そういうのは特になさそうです。取ってきましたよ。結構うまそうじゃないですか。ハンバーガー、ビーフでパイも取ってきて、これ手前の小鉢がなんか海鮮なんですよ。タコとかなんかいろいろ書いてたんですけども、よく分かんなかったんで適当に取ってきました。美味しそうだったんでね。で、まあ、ドリンク、アルコールはちょっとやめておいて、スプライトとオレンジジュースにしました。で、こっちがケーキですね。スイーツがめっちゃ充実してる。うん、ケーキ以外にも、フルーツの盛り合わせだったり、あとクッキーとかね、チョコレートとかそういうのいっぱいあるんで、甘いものが好きな人にとっては最高だと思う。いや、やっぱ外資系やらないのラウンジの食事結構充実してるとこ多いよね。いや、日系航空会社にはここちょっと頑張ってほしいな。はい、そんな風に思います。では、まあ、これ食事のんびり食べて、まだあと1時間弱もあると思うのでゆっくり過ごします。各座席にコンセントとかも基本ついてるんで助かりますね。AK 航空のラウンジを出ました。今回乗る飛行機到着がね20分ぐらい遅れてるんで、まあ、少しのんびりしていたんですけども、もうそろそろ搭乗も始まると思うんでゲートに向かいましょう。あ、シャワールームなかったかもね。うん、まあ今日のフライトは短いです。まあでもその後日本までのフライト長いんだけどね。まあでも先ホテルで朝シャワー入ってるんで、まあ、どっちみちなくてもいいんですけどもね。ユーロバンク、よし、では行きましょうか。ちょっとこのね下のターキッシュのインビテーションで入れるラウンジとかも気になるんですけども、ここサーラヤスゴールドラウンジではないんで、インビテーションカードないとね入れないですね。あ、こっちはなんかシャワーマークついてるわ。このゴールドエアハンドリングのラウンジだったらシャワーありますね。今回 A の7番ゲートなんですけども、めちゃくちゃ近くて良かったです。そんなね大きな空港ではないんでいいです。もう間もなく搭乗開始かな。今待機してる感じですね。エジプト航空でカイロまで約2時間のフライトになります。でカイロで8時間ぐらい乗り継ぎがあるのかな。で日本東京成田に向かうって感じですね。本日の飛行機はあちらに止まっている機材になります、ボーイング737のダッシュ800ですね。エジプト航空ビジネスクラスとエコノミーの2クラス制になってます。カイロまでは2時間弱1時間40分ぐらいのフライトです。定刻は13時15分ですけども若干遅れそうですね。 MS748 便です。時差はありません。初のエジプト航空、まあ、とりあえず今回エコノミークラスですけどもね、楽しみです。搭乗開始までまだ時間かかりそうです。今の時間午後1時になろうとしている頃ですね。結構並んでる人多いですね。割としっかりと並ぶ感じみたいですわ。はい、ここちょっとめっちゃ気になるジェラート、パイみたいな、クレープとか、ま、あれかな、ワッフルみたいなやつもあるみたいなんだけど、めちゃくちゃお腹減ってたらね買うんだけど全然腹減ってないんで、ちょっと我慢します。はい、まあ、その他にもですね、ギリシャ、アテネの街の中もね、喫茶店、カフェがめちゃくちゃ多かったですね。なので、そういうカフェ巡りとか好きな人って日本も多いと思うんですけども、そういった人楽しめると思いますよ。おしゃれな街でカフェ行くみたいな。で、物価もね、他のヨーロッパと比べると安いんで、楽しめると思います。ここ右に止まってるのカタール航空なんですけど、カタール航空のエアバス A330 で僕初めてではないんですけども、めったに見る機会ないんで、ちょっと写真撮っておきます。まあ、日本にもね、もちろん飛来していないですからね。エジプト航空今回のは737ということでかなり小さいですね。いや、直行で帰りたいな日本まで。もう20時間ぐらいかかるんでね、乗り継ぎ時間とか入れるとしんどいわ。というわけで機内入りました。エコノミークラス3プラス3ですね。ビジネスクラスは2プラス2の、まあ、フルフラットとかにならないシートなんだけども、6列で24席ありました。737のビジネスで24席ってなかなか見ないですよね。初めて見た席数です。優先搭乗できたんでね、誰もいない感じで写真撮れます。今回は32番の K 席を指定してもらいました。窓側ですね。
見てもらったら分かる通り、シートピッチはですねそんな広くないんですけども、めっちゃ肉厚のシート、なんかあの700系レールスターの普通車の座席をちょっと思い出したな。はい、ということで今回は737のダッシュ800ですね。まあ、小型機になりますが、これでエジプトカイロに向かいます。スターアライアンス、東京成田までは最新機の787に乗る予定です。でしかもビジネスクラス予約しているんで、成田まではねビジネスクラスの動画撮れます。まあ、2時間のフライトなんでね、これで十分なんじゃないでしょうか。個人用モニターとかそういったのは特にありません。座席の上にはクッションが用意されてました。あとイヤホンもあるんですけども、モニターないんですけどもね、イヤホンは貸してもらえるみたいです。まあ、貸してもらえるとか、これ多分くれるんでしょうね。はい、こんな感じになってます。コンセントとか USB ポートの充電器はありません。このシェードとか見てほしいんですけども、なんかすごい硬い、なんかめちゃくちゃ、なんかこの窓枠とかも古さを感じますね。この機材多分だいぶ古いと思いますよ。今ちょっと綺麗ね、変えておきますけども、このテーブルとかもね、今時の飛行機と比べてだいぶ昔タイプの感じがするね。あとはこの横の非使用機のデカさ、いいね。古いシートの方が肉厚シート多いですからね。最近あのレカロの薄いシートが主流ですもんね。これ結構いいですわ。13時20分ですが、もうドア閉まったみたいですね。あの奥カーテン閉まってますが、あっから前がビジネスになります。もう非常口席の3列前がもうビジネスクラスとかなんで、やっぱ737にして、ね、24席も積んでるビジネスクラスがあるってすごいよね。ここまでは初めて見たかもしれない。まあ、フルフラットとかにならないあの2プラス2のシートです。なのであのヨーロッパ圏のビジネスクラスよりかは全然シートクオリティは高いですね。モニターあるんだけども暗すぎて全然見えないね。ピラミッドが映ってます。مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم، يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المطار. 日本ではですね、まあ、つい最近日本航空のね、事故があったわけで、まあ、気を引き締めてちゃんと見ないといけないなと思いますね。ارفع الغطاء المعدني لأعلى ثم اسحب الحزام إلى الجهة المقابلة لضمان سلامتكم يرجى ربط حزام المقعد طوال الرحلة و 13時33分ですね。プッシュバック開始です。الآن سوف يقوم أعضاء الطاقم من مراجعة إجراءات السلامة استعدادا للإقلاع。نحن هنا من أجل سلامتكم. 奥に止まってるのはブリティッシュエアウェイズですね。مصر للطيران.ヨーロッパの航空会社がずらっと並んでます。あ、安全ビデオ英語版もちゃんと流れるんですね。
ど眩しすぎるんでね、フライトを閉めてます。まあ、2時間弱のフライトなんであっという間に着くでしょう。機内サービス始まりましたが、軽い軽食のみね提供されました。チーズとかハムですね。あとはリンゴジュースと、これ右の茶色の袋の中身はパンになってます。バターとかは特にないですね。でもうリンゴジュースポンと配られました。先ほども言いましたけど、エジプト航空に関してはラウンジとか機内でアルコールの提供は一切やっていません。まあ短距離船なんでこんな感じなのかな。まあ、この後長距離船に乗るんで、まあ、その時にねエジプト航空の本気の機内食っていうのが紹介できると思います。時刻は15時を過ぎて、ただいま15時10分になろうとしている頃ですね。最終の着陸態勢に入りました。まもなくエジプトカイロ国際空港に着陸です。窓ガラスがねちょっと汚いんで見にくいんですけども、奥には砂漠が広がってますね。やっぱエジプトというとピラミッドだったり砂漠のイメージが強いと思いますけども、もう陸も見えててまもなく着陸。
なんか右の方黒煙が上がってるように見えるんですけど、気のせいよね。はい、ということでスポットに着いたと思ったんですけど、残念ながらこれ置き止めですね。バイバスでターミナルに向かうパターンです。まあ後継してるんですけども、これがビジネスクラスですね。 12×2 の24。ビジネスはモニターもねついてたみたいです。というわけで飛行機降りました。めっちゃ最後の方に降りましたね。あのバスに乗ってターミナルに送ってもらいます。バスに行ってターミナルまで送ってもらいました。まあ、別に今回多少遅れてるんですけども、乗り継ぎがだいぶあるんで、7時間ぐらいあるんでね、まだ問題はありません。おお、これがカイロ空港のターミナルか。かなり評判はね悪い空港です。ぶっちゃけな話、この空港、空港スタッフが賄賂を請求してくるみたいなこともあったりするみたいですよ。ではこのままあのコネクションフライトの方に進みます。入国はしません。入国するんだったら日本人でもねビザが必要です。入国審査の横にエジプト航空のトランスファーカウンターがあります。もう先ほどアテネで航空券もらってるんでね、ここに寄る必要はありません。このまま進んでいくと保安検査があるっていう感じかな。はい、というわけでですね、本日の動画はここで一旦区切ります。本日はギリシャのアテネからエジプトカイロまでエジプト航空使ってやってきましたけども、まあ、初めてのエジプト航空、機内食は正直もう少し期待していたんで残念でしたね。はい、あんな軽食というかなんかおつまみ、うん、アミューズのような感じのものがボンと出されるだけとはちょっと残念だったんですけども、まあ、今からですね長距離線乗るんで、そっちの、ね、フライトの機内食っていうのを、まあ、期待しようかなというふうに思います。はい、で、まあ、エジプト航空はですねスターアライアンスに加盟している航空会社なんですけども、結構航空料金安いことが多いです。はい、なので、ね、中東とかヨーロッパエリアから日本を帰る際はですねエジプト航空の選択っていうのも、ね、いいんじゃないかな。ただね、次回の動画でもまあ詳しく言いますけども、エジプト航空今現在成田線は週2便しかないんで、ちょっと使うのはなかなか難しいんですけども、まあ、何かね、時間の都合が合うとか日程の都合が合うんだったらエジプト航空で、ね、片道利用とかでもいいと思うんで、ぜひ使ってみてください。はい、というわけで本日はですねこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。